海防艦は日本海軍の海防艦。第1号型海防艦の3番艦。大東亜戦争において輸送船団を護衛中に撃沈された。マル船計画の海防艦兵、第2401号艦型の3番艦。仮称艦名、第2403号艦として計画。1943年10月23日、日本港艦株式会社鶴見造船所で、 仮称官名、第2404号艦と同日に寄港。12月22日、第5号解剖艦と命名されて第1号が高い剖艦の3番艦に定められ、本籍をクレチンジュフと仮定。1944年1月15日、浸水。本艦は国民からの献艦献金の一部を建造費に充てたため、非公式に報告、第2号解剖艦と称された。 2月1日、偽装院員事務所が鶴見造船所内で事務を開始。3月12日、ご防備船体に編入。3月19日、竣行し、偽装院員事務所を撤去。本席を、クレチンジフに、駅務を、クレチンジフ警備解剖官にそれぞれ定められ、基礎実力錬成教育に従事。1944年4月11日、 海上護衛総司令部第1海上護衛隊に編入。4月13日から22日まで、呉海軍交渉で入居し、船隊と機関の整備を行う。出居後は、文字へ開港し、非61戦団の編成待ちとなる。5月3日、非61戦団を護衛して、文字発。7日からは、第7号解剖艦とともに、 対戦制圧を行いつつ、経由地のマニラへ向かい、10日マニラ期。12日、引き続き、日61戦団を護衛して、シンガポールへ向けマニラ発。17日、シンガポール期。23日、復興の日62戦団を護衛して、シンガポール発。28日、本館は、機械故障を起こした、特設運送船上を取り丸に付き添うこととなり、 第7号解剖艦、第13号解剖艦とともに、船団から分離し、船団本体より1日遅れの30日に、マニラへ入港した。6月1日、引き続き、日62戦団を護衛して、文字へ向けマニラ発。8日、文字に到着して、佐世保へ開港。10日から18日まで、佐世保海軍交渉で入居し、電波単身技の設置工事を行う。 19日、6連へ開港し、167戦団の編成を待つ。22日、167戦団を護衛して、シンガポールへ向かう。29日、対戦戦闘を行った際に推進機とプロペラシャフトを破損する。そのまま護衛を続行し、30日経由地のマニラに入港。その後、キャビテへ開港される。7月7日から8月2日までキャビテの、 第103海軍工作部で入居し、推進機とプロペラシャフトの修理を行う。8月8日から9日にかけて、マニラ暗港で対戦相当に十0時。9日、また26戦団を護衛して、キールンへ向けマニラ発。16日、陸軍徴用船は朝か、丸を休難。17日、同船を伴いキールン機。20日、 もモ23戦団を護衛して、文字へ向けキールン発。26日、六連沖で同戦団から分離し、佐世保へ開港し、整備を行う。31日、もた25戦団を護衛して、高尾へ向け、寺島水道発。1944年9月3日、もた25戦団護衛部隊3隻は、高尾で編成中のタマ25戦団の護衛に、 割り当てられることとなり、高尾駅を取りやめ、キールンに開港されることとなった。本艦らは、元25船団をキールンまで送り届け、4日高尾に入港。5日、第1海上護衛隊霊下に新編された第11海防隊に編入。同日、玉25船団を護衛して、高尾発。6日船団が、アメリカ潜水艦の攻撃により、損害を出したため、 東港に退避。8日、引き続き、玉25船団を護衛して、マニラへ向け東港発。9日、船団が再び損害を出したため、10日、ラボック湾に退避。11日ラボック湾を出港したが、ビサヤ諸島が12日にアメリカ艦上機の空襲を受けていたため、マニラ直行を取りやめて13日にスービック湾で下白。14日には、 サンタクルスへ退避することとなった。17日、アメリカ艦上機によるビサヤ諸島に対する空襲が終わったため、スービックワンへ向け、サンタクルスを出港し、同日スービックワンに入港。18日に、同湾ンを出港し、同日マニラに到着した。20日、また27英船団を護衛して、高オへ向けマニラ発。21日、スービックワン沖で、 アメリカ艦上機の空襲を受け、被爆し沈没した。解剖艦長の桐山活動詳細課上院10名が戦死し、さらに生存者のうち7名が収容先の艦上で死亡した。1945年5月25日、第5号解剖艦は、第11解剖隊と第1号型解剖艦から削除され、帝国解剖艦席から除かれた。桐山活動詳細、 1944年1月30日から1944年3月19日、桐山活動少佐1944年3月19日から1944年9月21日戦死同日付任海軍中佐この数字は、特殊兵を含まない。本来の官名表記は、第5公海防艦写真の通り、本艦は、 公誌時点ですでに22号電炭を前マストに装備済みである。第1号解剖艦、第3号解剖艦、本艦。コマグル、戦時輸送船団士、P245 によれば、フィリピン防衛のため陸軍機械化部隊を輸送する、最重要船団と称されるもの。新編時の構成艦は、第1号解剖艦、第3号解剖艦、第5号解剖艦、 第七号解剖官の4席、ありがとうございます。